ピアノ・ソナタ第8番派単調作品13大ソナタ秘葬は、ルートビヒ・バンベートーベンが作曲したピアノ・ソナタ。作曲者の創作の初期を代表する傑作として知られる。正確な作曲年は同定されていないものの1798年から1799年にかけて書かれたものと考えられており、スケッチ帳には、 作品級の原楽30奏曲と並ぶ形で着想が書き留められている。楽譜は1799年にビーンのエーダーから出版され、早くからベートーベンのパトロンであったカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー公爵へと検定された。本作は作曲者のピアノ・ソナタの中で初めて高く、永続的な人気を勝ち得た作品である。楽譜の売れ行きも良く、 気縁のピアニストとしてだけでなく、作曲家としてのベートーベンの名声を高める重要な成功作となる。思想という表題は初版府の表紙にすでに掲げられており、これがベートーベン自身の発案であったのか否かは定かではないものの、作曲者本人の了解のもとに付されたものであろうと考えることができる。ベートーベンが自作に表題を与えることは珍しく、 ピアノ・ソナタの中では他に第26番、国別があるのみとなっている。悲壮が意味するところに関する作曲者自身による解説は知られていない。表題について、パウル・ベッカーはそれまでの作品ではかいまみられたに、過ぎなかったベートーベンらしい性質が結晶化されたのであると解説を行っており、ビル・ヤム・ビーアンとは、気高い情熱の表出という美的な概念のうちに、 解されるべきであると解いている。ミュージカルタイムズ誌に1924年に掲載された論説は、本作の主題にはベートーベンも賞賛を惜しまなかったルイジ・ケルビーニンが1797年に発表したオペラ・メディアの主題と非常に似通った部分があるとしている。他にも、同じく破綻調で本作と同様の楽章構成を 持つボルフガングアマデウス・モーツァルトのピアノ・ソナタ第14番の影響も取り沙汰される。とりわけ、第2楽章はガージョ・カンタービレの主題は、モーツァルトの作品の第2楽章に見られるものと、著しく類似している。また、未完に終わった公共曲第10番の冒頭主題が、同主題に類似したものだったという研究成果が発表されている。グスタフ・ノッテ・ボームは、 本作の修学賞が構想段階ではバイオリンとピアノのための楽曲であった可能性を指摘している。このピアノソナタはベートーベンのロメオとジュリエット期の心境、すなわち青春の相性感を映し取ったものと表現される。描かれているのは後年の作品に現れる深淵な悲劇性とは異なる次元の大切さであるが、そうした情感を音楽により伝達しようという、 明確な意識が確立されてきた様子を伺い知ることができる。劇的な曲調と美しい旋律は本作を初期ピアノソナタの最高峰たらしめ、今なお多くの人に親しまれている。イグナーツモシレスは1804年に図書館でこの作品を発見して、写しを取って持ち帰ったところ、音楽教師からもっと立派な手本をもとにして、スタイルが出来上がるよりも先に、 そんな奇妙な作品を弾いたり勉強してはならないと注意を受けたと回想している。ベートーベン自身は持ち前のレガート奏法を駆使し、あたかもその場で想像されたものであるかのように弾いたとアントン・シンドラーは証言している。その様子はすでによく知られていた本作と同じ曲が演奏されているのかと耳を疑うほどであったとされる。本作はピアノ・ソナタ第14番。 第23番と合わせて、ベートーベンの三大ピアノソナタと呼ばれることもある。約100年後に、ロシアの作曲家、ピョートルチャイコフスキーが、公共曲第6番、悲想を作曲しているが、その第1楽章にはこのピアノソナタの冒頭主題と、よく似たモチーフが使用されている。約17から19分、ソナタ形式。フレー1に示される、グラーベの助奏が置かれ、 展開部とコーダでも姿を見せる。同様の手法は選定コーソナタ第2番 WOO47 から2の第一楽章にも見られる。フレイ一急速な半音階の加工で助走部を終えると主部が開始され、第一主題がトレモロの伴奏に乗って現れる。フレイ2フレイ2が発展して緊張の高まりを迎え、 落ち着きを取り戻すと次なる主題が変歩単調に提示される。フレー3さらに還元学的な広がりを持った変歩長調の主題が続く。同志音の単調調長長による対照的なフレー3とフレー4はいずれもそなたの第2主題となり得る性格を有しており、こうした構成に関しては、第3番のそなたの第1学章で行われた主題配置が先例となっている。 フレー2によるコデッタが定時部を結び反復記号が置かれるが、この反復を受けて曲の冒頭に戻るか主部の開始点に戻るかは奏者によって意見の分かれるところである。フレー4定時部の反復が終わると、途端調でフレー1が再現されて展開部となる。展開部は第一主題に基づいて勢いよく開始するが、その中に助奏部の恩恵がリズムを変えて巧みに織り込まれている。 展開部の半ばほどで、すでに尊を必要にならす、左手のトレモロの音形が、ペダルポイントを形成しており、十分に準備された後に4オクターブに及ぶ、加工音形から、再現部に入る。再現部では、第一主題とへ単調のフレー3の間に、新たな推移が置かれ、フレー4は破単調となって現れる。コデッタが破単調で、クライマックスに達したところで、 再びフレー1が挿入され、第一主題による短いコーダで力強く集結する。ロンド形式。ベートーベンの書いた最も有名な楽章の一つである。ビリバルト・ナーゲルは、ベートーベン全作品中でも指折りの音楽と評価しており、マイケル・スタインバーグはこの楽章のために、ハープシコードの所有者は、最寄りのピアノ屋に駆け込んだに違いないと述べた。美しく、 物食い主題が静かに奏で始められる。フレー5セーブを増やして、フレー5が1オクターブ高く繰り返されると、フレー6のエピソードが下ん調で奏される。フレー6続くフレー5、破単調の再現が終わると中間部となる。三連符の伴奏の上に変異単調の主題が導かれる。フレー7、フレー7は大きく盛り上がると、包丁調へ転調して繰り返される。 第3の部分は、フレイ後の再現であるが、フレイ7と共に新たに提示された三連符がそのまま持ち越される。三連符を用いた小規模なコーダが置かれ、静かに楽章の幕が下ろされる。ロンド形式。フレイ8のロンド主題は、フレイ3から導かれているが、第1楽章とは異なって、劇的な表現を抑えて洗練された簡素さを感じさせる。 フレイ8スイーブを挟んで、ドルチェの主題が変歩蝶々で奏される。フレイ93連符主体の経過が穏やかなエピソードを、中間において繰り返され、ホルテッシモの加工音階の最低音にフェルマータを、付して、区切りをつけ、フレイ8の再現へと移っていく。次に出されるのは優美な変異蝶々の主題である。対比法的な手法を駆使して、 左右の手に現れた旋律が西部を交代しながら繰り返されていく。フレー1追旋律がスタッカートの音形にとって変わられて世話しない経過学区に接続されると再び加工音階で区切られてロンド主題の再現へと進められる。主題を低西部に移すなど変化を持たせながらフレー9も波長調で続けて再現される。 三連符のエピソードもこれに追随し、再度現れたフレー8からコーダに至る。終わり付近でフレー8が改装されつつ静まっていくが、最後は突如、ホルテッシモに転じて、強力に全曲を結ぶ。作曲者自身はこの楽章をユーモラスに弾いたと伝えられる。編曲霊視用令注釈出典。ありがとうございます。